ブライナスタールです。スネークです。サワディーカー。今日はカジノ動画第2弾、ブランブラウンさんからまたしても軍資金をいただいたので2万円ほど、それをぶっ込んでみようかなと。調べてもらいたいこととして、この前の第1回とまた違うカジノなんですけど、このカジノの周りに一体何があるのか、あとカジノの中のレストランにはどんな食べ物があるのか、来てるお客さんの客層、両替事情、手数料がいくらっていう正式な、この前回ちゃんと手数料が分かってなかったんで、そういうことですね。手数料が何パーなのかってことね。カジノコデレ、カジノコデレ、今日はカジノコデレに入ってみます。まだ入ったことないんで入ってみます。あ、そうか、この周りね、何があるんだろう。これで大通り、メキシコシティで一番有名な大通り、インスルヘンテで、これ多分一番有名でな道なんですよ。バンコクでいうスクンヌイットみたいな、インスルヘンテ、インスルヘンテ通りにあります。で、駅がすぐそこ、メトロバス、メトロブス、バスのことはこっちブスって言うんですよ。メトロブスの駅がそこにありますね。はい、だからすごい治安のいいエリアです、ここは。ですね、こんな感じです。銀行もあるし、デパートもあるし、あれなんだ、スーパーか、わかんないけど、こんな感じです。 BMW が隣にあります。カジノの隣は BMW のディーラーです。こんな感じですかね、周辺は。周辺はだからお金持ちエリアで、あっちにシボレーがありますね、シボレー。こんな感じです。でも奥、あっちにも車屋がありますね。こんな感じです。客層はね、結構女性が多いですね。やることなさそうなおばさまとか、やることなさそうな暇そうなおじさんとか、年齢層まあ若干高めで、まあでもそもそもお客さんが少なかったです。少ないですね。テーブルゲームの方がディーラーがいなかったんですよ。そもそも3つか4つぐらいしかテーブルがなかったんですけど、平日だったからかもしれないですけど、ディーラーがいない状況でした。でね、ここ結構広かったんですけど、ここは競馬とかサッカーとかスポーツ関係のかけるエリアですね。テーブルが結構いっぱいあってね、広い感じでした。であとね、食事がミラネサ、メラネサって揚げ物って意味なんですけど、ポテト付きの揚げ物、あとサンドイッチ、バケテでパストロー、まあ、サンドイッチ系のやつですね。結構美味しそうな感じ、ちょっとここでは食べなかったんですけど、美味しそうな感じでしたね。あ、すいません、1軒目に行ったカジノ、さっきのスロットはあったんですけど、ディーラーのテーブルが誰もディーラーがいなくて、テーブルも4つぐらいしかなかったんで、バカラもなさそうだったんで出ました。でもあれがありました、スポーツの競馬とかサッカーとかでかけるコーナー。ということで、違う近所でもう1個カジノがあるんで、そっちに行ってみます。これ先ほどのカジノからもう2、30メートル先にあるピーパレス、ピーパラパレスってとこ来ました。ここもカジノですね。入ってみようと思います。ここはね、広いですね。3階建て、3フロアあって、で何よりね、スロットのね、機種がね、なんかすごい最新機種が揃ってる感じですね。ね、あとは広くて綺麗。これ絨毯のね、柄がね、これ蝶々なんですよ。もう素晴らしいですよね、この柄。もう蝶々大好きなの。僕の名前蝶々なんで、メックピースアってね、ピースアってタイ語で蝶々なんでね、もう最高の柄ですよね、これ。素晴らしい。このデザイナー素晴らしいですね。で、これがレストランのメニューの QR コードなんですけども、このカジノのね、レストランのメニューがもうとにかくメニューがめちゃめちゃ豊富で、コーヒーもあるし、お酒も結構あるんですけども、その食べ物のメニューがね、めちゃめちゃ豊富でしたね。これまあメインはメキシカン料理なんですけども、ページ数も多くて、ステーキとかもあるし、ケーキとかもあるし、なんだろう、まあ、スープから前菜からサラダから朝飯から、メキシコ料理メインですね。ここ飯だけ食いに来てもいいんじゃないですか。
今のところもね、2階にディーラーのテーブルあったんですけど、ブラックジャックとなんかだけでバカラがなかったんで、次行きましょう。今日はバカラをやってほしいということで軍資金いただいてるんで、次のカジノ行きます。モールの中にね、カジノがあったんですけど、3軒目、ここもテーブルゲームがなかったですね。本日4軒目のカジノ、ね、ウーバー乗ってきたんですけど、やってないっす。 Google マップ上やってるって書いてあったのにやってない。何これ、どういうこと。これ多分入り口これなんですよ。完全にクローズしてるからやばい。 Google マップめっちゃ嘘つくよね最近、特にコロナになってから。これ合ってるよね、218。やってないんですよ。なんかね、ショーとかもあってレストランとかもでかくていい感じの感じのっぽいんですけど、やってないっすわ。ということでコーヒー飲んだら5軒目、何軒目だ、これが4軒目だから5軒目行こうかな。はい、来ました。本日5軒目、ここは今日の最後になりますね。なんか Google マップによると8時前って書いてあったんですけど、今もう7時半なんでラスト30分頑張ろうかなって感じですね。今日は夜12時までやってましたね。で今11時ぐらいなんですけど、終わって出てきました。今日はバカラの日だったんでバカラやってたんですけど、で、まあ、4000ペソからスタートして最終的に1000ペソになりました。で客層なんですけど、最後の店はね、まあ、コリアンタウンが近いんで、こうコリアンタウンとゲイタウンなんですよ、ここ。なのでまあゲームしてはあんまりカジノをやんないイメージでしたけど、カジノの中は韓国人がすげえ多かったですね。バカラも韓国人と中国人ばっかですね。韓国人の方が多かったですね。日本人は一人もいませんでしたって感じで、あと1000ペソを両替したら手数料かからず1000ペソで帰ってきました。前回の店はね手数料ちょっとかかったと思うんですけど、今回の店はね手数料ゼロでしたね。でも1000ペソの時点では1000ペソを、最後キャッシングした時に1000ペソをちょうど1000ペソで返ってきました。OK ですか。 OK です。ちょっと弱いフリーマン、この先反省機内は後悔とか反省しないが、理想だけは持ってたいフリーマン、何にも持っていないフリーマン。朝かで